皆様こんにちは。本日は第17回愛媛県警察音楽隊ふれあいコンサートにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。さて、愛媛県警察音楽隊は明るく住みよい街づくりを願い、昭和26年に創設され、現在74年目です。村上学長以下27名で活動しており、普段は警察本部や警察署で勤務する一方で、音楽隊員としての訓練を行っています。昨年は県内外に78回ものミュージックパトロールを行い、県民と警察を結ぶ音の架け橋として活動を行いました。本日は皆様への感謝の気持ちを込めまして演奏してまいりますので、どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。申し遅れましたが、本日のこの演奏会案内役を務めさせていただきます。私、作藤海子と申します。昨年の70周年の記念演奏会の司会に引き続きまして、進行を務めさせていただきます。今日はとても楽しみにやってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは開演に先立ちまして、愛媛県知事中村時弘様よりお祝いのメッセージをいただいておりますので、ここでご披露をさせていただきたいと思います。第17回愛媛県警察音楽隊ふれあいコンサートが盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。愛媛県警察音楽隊におかれましては、県民と警察を結ぶ音の架け橋として、昭和26年の創立以来、長きにわたり定期演奏会や交通安全運動をはじめとした各種イベントを中心に素晴らしい音楽を届けられますとともに、時に交通安全講話や防犯指導も交え、暮らしの安全安心に関する情報を県民にご提供いただくなど、精力的に活動を展開されており、深く敬意を表します。今回の公演ではゲストに広島県警察音楽隊の皆様をお迎えし、子どもからお年寄りまで幅広い世代の方が楽しめる楽曲を披露されるとお聞きしており、ご出演の皆様方には華麗な演奏で観客の方々を魅了されますよう大いに期待しています。終わりに本公演のご成功と皆様方のご健勝ご活躍を祈念申し上げます。愛媛県知事中村時弘様よりお祝いのメッセージをいただきました。ありがとうございました。さあ、それでは早速第1部に参りましょう。音楽、歌、芝居、踊りを組み合わせて物語を表現するミュージカル。お好きなミュージカルは？と聞かれたら、皆さんはどんな作品を思い浮かべますか？演奏会のオープニングは、ミュージカル音楽の名曲をステージドリルの華やかな演奏と演出でお届けいたします。タイトルは「ビバミュージカーレ」。ドラムメジャーは宮武孝光隊員です。
ゆるドリルビバミュージカルでした。ありがとうございます。まさしくミュージカル満載、華やかで華やかな演奏を披露してくださいました。まさしくオープニングにふさわしい曲ですよね。演奏が始まった瞬間、もう胸が高まりました。わーっというね、こう皆さんの熱気というものも伝わってきました。カラーガード隊員の皆さんのあのステージいっぱい使っての演舞も素晴らしかったです。ではここでドラムメジャーの宮武孝光隊員にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様ご来場ありがとうございます。もう皆さんのこの拍手あったかいですね。はい、ちょっと安心いたしました。ありがとうございます。さあ宮武隊員、あの宮武隊員はドラムメジャーというふうに名前がついていらっしゃいますけれども、はいはい、まずこのドラムメジャーとは一体どういうものなのかということを。わかりました、はい、ドラム、いわゆる太鼓でございますね。まあ、鼓笛隊、太鼓だけで編成されたものを鼓笛隊と言いますけれども、鼓笛隊のリーダーまたは指揮者のことをドラムメジャーと申します。まあ、現在ではさまざまな楽器をね、で構成されたマーチングバンドの指揮者をドラムメジャーと言われております。はい、マーチング、いや本当にかっこいいんですけれども、まあ、皆さんをまとめていくということで、あの今回のこのマーチング作り方っていうのはどういうふうに作っていくのかもぜひ伺いたいんですが。はい、マーチングはですね、通常の演奏に、カラーガード隊員のフラッグ演技、またバンドメンバーのフォーメーションとかですね、またさまざまな演出を加えることによって、まあ、さらにアクティブな音楽表現を目指す、こういったスタイルになります。まあ、作り方といたしましては、テーマを決めてそれに応じた曲を選ぶ、その音楽の世界観に合わせた演奏、演技、演出を考えていく、このような流れになりますね。練習もかなり大変じゃないかと思うんですが、はい、ご苦労とかいろいろあるんじゃないですか。そうですね、愛媛県警、警察音楽隊、また広島県警の音楽隊もそうなんですが、県務隊と申しまして、警察官や警察事務職員など、本来の仕事を持ちながら、兼務として音楽隊を行っております。まあ、少ない限られた時間ではあるんですけれども、一生懸命訓練を重ねて、技術の向上に努めておりますね。兼務ということで、全国に警察音楽隊はいくつあるんでしょうか。47都道府県に皇宮警察を含めます48隊ございます。おそのうちは11隊が、11隊が専務隊、音楽隊でということになってますね。なるほど、そうなんですね。さあ準備ができたようですね。ではこの後の演奏もとても楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の皆さん、宮武隊員にお話を伺いました。